今月で 3D プリンターを使い始めて1年になりました。ちょっと今は木工で手が離せなくて作品を作れないので、ちょうどいいタイミングなのでまとめ動画を作りました。1年の間でここに動画にしている作品が10個以上あったので、順番にカラクリストの技術の向上を見ていきましょう。まず私が最初に選んだ 3D プリンターはエンダー3でした。 Amazon でググるとわかりますが、リーズナブルな 3D プリンターです。最初に作ったのは時計の心臓部、脱身機です。 3D プリンターでヒゲゼンマイを作っている方がいたので、これが作れたら制作の幅が広がるだろうなという理由で試作しました。本人だからわかるのかもしれませんが、部品の細部が現在と異なっていてノウハウの有無がわかります。軸に平行ピンを使っていますね。平行ピンは長さごとにいちいち注文しなきゃいけないので今は使ってないです。ここで脱身機が作れるようになったので、時計全般の製作はもちろん、重りやゼンマイを動力としたからくりが作れるようになりました。続いて入手しやすいゼンマイを求めて、メジャーのゼンマイを動力に使えるかの試作をしました。当初からメジャーの分解は慣れていますので、皆さんは怪我をしないように気をつけてください。ほぼ時計です。添付の往復速度を調整できれば時計になります。ちなみにここで使用しているダイソーのメジャーはすでに廃盤になっています。このゼンマイは軸付きで使いやすかったのですが、ちょっと残念です。続いてトゥールビヨンの機構モデルです。試作の雰囲気で徐々に 3D プリンターに慣れてきた感じがします。ここから制作がより立体的になっていきます。傘歯車のプリントが確立してきて、回転軸を傾けることができるようになりました。最近はあまり使わなくなってきたのですが、この時は接着剤を使って部品を作ったりしています。 3D プリンターに慣れてくるとどうしても一体で造形したくなりますが、部分ごとに分けて作って接着した方がコンパクトになったり、印刷時のサポートがいらなくなったりするので、潔く部品を分けるのも大事ですね。次に制作したのは四軸トゥールビヨンです。四軸目は打足なのですが、まあ部品の制作難易度が下がるとこういうものを作ってしまうんですよね。結構厚さ攻めてますね。 3D プリンター製の部品は柔らかいので、方も部品が薄いと動かしている時にしなったりしてます。笠歯車も薄くするために分割して作っているのがわかります。時計ネタばかりだったので、ここで別の路線を開拓していきます。これが7セグメント表示器。こちらが14セグメント表示器です。簡単に言うと、物理的な動きによって数字やアルファベットが表示できるやつです。
この時はさらにセグメントが増えた16セグメント表示器を作りました。制作のポイントになったのは樹脂部品のバネです。最適解がわからないのでいろいろな形のバネを作って試しています。パンチカードを挿入することで図形を表示できるようにしました。7セグ、14セグ、16セグメント表示器と表示できるパターンが増えるとどうしても本体に情報を格納することが難しくなります。表示パターンを絞って運用するようにすれば本体に収まりそうな気はしますが、それは別の機会に考えましょう。続いて自動演奏装置です。これは調整が非常にシビアで過去トップレベルの難易度でした。音を鳴らすところには市販のカリンバを使い、スターホイールを回転させて金属板を弾いています。曲の情報は長いパンチカードに入れました。小さなことですが、演奏中はパンチカードを常に貼った状態にするためにパンチカードを引っ張る歯車の方が歯の数が少なくなっています。続いて掛け時計を作りました。ここで初めて 3D プリンター製の機械式時計を作ったことになります。モーターと脱進機は相入れない関係ですが、作動機構を使ってモーターを制御することで動力の電動化に成功しました。さて、お待たせしておりますギャラクティックノバの時計制作です。これはダラダラと現在進行中の制作です。これまでに目玉と時計、メーターの考察を行いました。本当にダラダラしているんです。更新が少なくなっていますが、一応完成までは進めたいですね。当初予定していた1動画あたりで取り上げる機構が他の動画と比べるとスカスカになってんだと思ったので、以降はちょっとギュッとなるかもです。昨年末に制作したのがこの球体型世界時計です。地球を模した球体の中心に2軸のトゥールビヨンを搭載し、表面には7つの都市の時間を実際の緯度経度に対応した位置に表示しています。この作品にはこれまで試行錯誤した脱進機や電動ゼンマイなどのノウハウが詰まっています。またこの球体は地球同様に自転するので、2軸のトゥールビヨンが実質3軸になるという小ネタも入っています。次は缶に時計を入れました。今さら機構の説明はないのですが、ここでは小型化をコンセプトに作っています。構造をシンプルにしたり、デッドスペースをなくす目的の小型化はいいと思いますが、単純なサイズの縮小は加工技術で覆されやすいので気をつけましょう。次はちゃんとした置き時計です。これはデータ販売を見据えて入手しやすい部品にしたり、組み立てやすさを心がけて設計しました。この時には結構慣れてきたので、一つ1週間くらいで作ることができました。
こういったシリーズ系統の作品は、幕や動力などのフォーマットを合わせると設計がやりやすくなります。続いてカップヌードルタイマーです。つい、X でバズったやつですね。カップヌードルの重さを動力として動く、おしゃれなやつです。時計の機構を使って、計測簿に3回鐘が鳴るようになっています。鐘打ち機構つながりでミニッツリピーターも考察しました。さすがにこれを時計に組み込むのはちょっと待ってくれって感じです。お次は7セブ表示器の制御系の作品です。特に何かをする機械ではありませんが、押した数字が右側に表示され、右側に表示されていた数字が左側に移動する機械です。ここで DB 弾を使った動力伝達法を覚えたので、機構の入力位置に左右されないインターフェースの構築ができるようになりました。最後に先月作った掛けタイマーです。壁にかけて使い、最大10分まで測れます。掛けタイマーでは既製品ネジによる締結をやめ、ネジまで 3D プリンター製になりました。また、今作では金属球を使った鐘打ち機構にも挑戦しました。そんな感じで 3D プリンター導入後1年で制作したものたちでした。この1年でかなり 3D プリンターの制作に慣れた感じです。3D プリンターの購入を考えている人が私の作品群を参考にするのはちょっと怖いですが、考えているものがすぐ作れる環境にはなります。データを作れるようになると本当に楽しくものづくりができるようになると思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。